なんか始まるんじゃね。え、嘘、あれ、ふわち入れてるこれゲーム。まだ入ってないぞ。あれ、あ、やめてきて。あ、やばい、やばい、始まっちゃった。ちょっと、あ、全然まだ一戦やってて。優勝チームの、あ、やっぱ感度高っ。優勝チーム1人、感度高っ。感度高っ。優勝チーム1人入りきれぞ。おい、待て優勝チームがこれで名前言うでし。はい、優勝チームぞ。おい、ちょっと待って、一回これ、上がりーの、ほい、CR カップ大発見、優勝チームぞ。ゾ。そう？どけ。あ、あ、負けました。負けたらちょっと、来ますからですね、このゲーム。優勝チーム、すぐ入りたいです。いや、いかがでしょうか。いや、今日はね、本当、いや、ご視聴ありがとうございました、皆さん。ありがとうございました。悔いないのかなとか。いやー、マジでね、さっき話してたけど、大事に最後まで見ちゃったよねって話。普段だったらね、そう、ほどほどに、まあ次何やりますかみたいな話するけど、普通にみんなでダイジェストを最後まで見ちゃったからな。じっくり見ちゃった3人で。なんか目離せなかったっす、ダイジェスト見んの。ね、このシーンやみたいな。お疲れ様でした、本当に改めて。いや、お疲れ様でした、マジでもう驚きです。楽しかった、衝撃でした。驚きと喜びを隠しきれない。いや、取れるんすよね。やっぱさ、言うじゃないですか、とりあえず優勝しましょうって言うじゃん。ね、言うけどさ、でもやっぱさ、もうそうそうたるメンツだしさ。そうよ、そん中でも明らかに、うわ、まあスクリームとかで、うわ、ここ強いな、下馬評でも出るわけじゃん。まあここになりそうだなとか、なんなら俺ら全然勝ててなかったから。そうもう最下位なんじゃない、確かに。もう終わってっしょと思ったら、そう、一番下にいたのに。いや、ほんとこのメタ的に本当にワンチャンはあるなとは思っていたけど、はいはい、でもさすがにちょっとまさかって言ったんだけど、ちょっと驚いてしまった。いや、ギリギリ調整が間に合ったって感じですね。いや、すごいよ。いや、もうこんだけバルいるし、コスモいるし、もう下いけるんちゃうとか言ってね。あっちの札幌の調整ね、生きてた。そう、札幌からあれ出たから仕上がった。あれなかったらね、間に合ってなかった。なかったら無理だった。確かに先生、確かに。ガス捨てるパーとか。あ、思い出した。うわ、アルファさんのアルファさん感あるな。ザーナー、ほらな、クワッチー邪魔してっからだよ。あれ、クワッチ死んだくない。いや、いける。やっぱスリルがあって面白いでしょ、こういうの。何これ。え、関さん、これ、おい、あるんじゃないですか。ちょっと、頭、長いやつがいるんだけど。クワッチ見てこっかな、じゃあ。クワッチ、いたあ、いいよ、いける、いけるんじゃない。クワッチ飛んで、クワッチ飛んで。これ待って、これ全部知らん。待って、何これ、何これ。やってね。なんだこれ。あ、いけるやなぎりね。オッケーオッケー。なんかめっちゃ死んでね。このステージね、むずいんすよ、ちなみに。ちゃんと死ぬ。普通に死んだんだけど、俺。あ、プレイヤーの表示あったわ。3人しかないじゃん。おーい。じゃあね、キャリーしてあげますよ、このチーム、俺が。おい、協力しろや、これ。生きてる？ぐらいだ。俺生きてる。これさ、俺さ、ユラさん破壊したるわ。あ、多いです。俺じゃあ生き残っていいですか？あの、ユラさん白いでしょ。やっぱ、あの、関さん、人類だから。さりげなくやりましょう、さりげなく。ああ、さりげなく。いける。人類っつってもさ。まあね、優勝者っすから、俺ら。しまいだろ。いや、これ待ってる人いるから、俺全然行きますよ。剥がします。いや、もう待ってる人いない。いや、全然。あ、クワッチ？クワッチちょっと？クワッチちょっと？ユラさんどこですか？ユラさん上だよ。ユラさん上だって。上？終わった、これ。絶対負けた。絶対負けた、これ。破壊してるな。うら！ぶっ壊してやる。待て。あ、やばい、関さん。関さんやばい。耐えれる？おいよ、うま。下の足場がやべえことになってるよ。ぶっ壊してやる、全部。あ、これは相当きついんじゃない、ユラさん。いいよ。ゆっくりでいいよ。うますぎだろ、二人とも。勝った、ありがとうございます。チーミング最強、チーミング最強。よっしゃー、やったぜ。神ゲーかよ。重くて向きはね、重くて個人戦っすけどね。いかにチームが生き残れるかって。いや、そう、大丈夫。こういうとこだよね、やっぱ勝負を決めたのは。はいはい、優勝決めたとこ、こういうとこよ。
刺さった刺さった、チームプレーが生きたね。いや、フォールガイズも取っちゃうか。俺も IGL してたから今の試合バチバチにチーミング決めてんの面白いな、マジで追いかけとったもん、ずっと終わってるだろ、今のはやまってるなんか、すいませんでしたっつってすいませんでしたなんか関さん追っかけてる、ペンギンペンギン関さん、ペンギンがあー関さん、ゆっくりで大丈夫、あーね、先生、あとは逃げ切りましょう、25秒耐えたらいきます。大丈夫大丈夫、まだ4人いけるから、ヘイト買わなかったら。よしよしよし、持ってる持ってる、俺持ってる持ってるよ持ってるよ。あー関さん、そこいい、ここいいよ、そこめっちゃいい、関さん。アルマさんやめて、アルマさんやめて、アルマさんやめて。アマチュアマチュ頑張れ、まだあと1人やる。ほっ、頑張ってよ、頑張って。はーい、いや、ちょっとアルマさんやめて。あ、いいよいいよいいよ、逃げろ。いや、なんて見にくいんだ、返して返して、人というのはなんでこんな見にくいんだ。いやでもなんか飯の二次会も行きたいさ、僕。確かにそれも行きたい、行きたいな、ぜひとも。じゃあちゃんと肉焼きましょうよ。肉、まあ、俺は半生で食うけど半生、また行きたいな。関さんマジトイレから帰ってくるのマジ遅かったからないや結構やばいね結構ずっとトイレ行ってるもん。え、これ一人が決まんの？そうですね、これラスト多分。あー、あーこれ尻尾バトルだ。え、何これ、あれ間違ってない、これで尻尾を掴んだら最後まで持ってる人が勝ちですね。はい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 、これゆふなさんとすげえさんチームらしいです。え、なんかこれ妹みたいな、そういうことか、そういうことか、多分これで似たか、あはそういう出してんだけど似た似た、そういうことか。え、どこにいんのこれ、え、隠れてる隠れてる。いや、これスペルスでかいな、うまいうまいうまい、人数少ないと隠れれるから。え、これもう勝っちゃうんじゃないこのままチーミングだいや、これでもね、ジャンプ掴みで意外とね、なんかラグって意外と掴めたりみたいな。あ、これあれか、ゆくなさんとかがすみれさんと同じチーム。そうそうそう、あ、危ないよ危ないよ危ないよ。おー、逃げ切った、2連覇ならず絶対切れてるわボールかくん、これ関係ないのに終わるって。いや、ちょっとチーミングはちょっとルール違反じゃないかな。まあさすがに俺らはできるですね。いやいや、そんなこと僕らはできないですね